ジョン・マカフィーは、アメリカ合衆国のコンピュータプログラマで、マカフィーの創業者。アンチウイルスソフトウェア、デザインウイルススキャナ開発の先駆者。イギリス生まれ。イングランドの米軍基地で、アメリカ人の兵の父とアイルランド系イギリス人の母の子として生まれ、バージニア州セーラムで育つ。1967年にロアノークカレッジで数学の学士号を取得し、 2008年には名誉博士号を授与された。1968年から1970年までニューヨークにある NASA のゴダード宇宙科学研究所にプログラマーとして勤務。その後、ユニバークのソフトウェアデザイナー、ゼロックスのオペレーティングシステムアーキテクトを経て、1978年にコンピュータサイエンシズコーポレーションへソフトウェアコンサルタントとして入社。後、 ロッキードに勤務していた1980年代、自身のコンピュータがブレーンウイルスに感染したのをきっかけにウイルス対策ソフトウェアの開発を始める。1987年にアンチウイルス会社マカフィーアソシエーツを設立。彼はシェアウェアビジネスモデルを用いてアンチウイルスソフトウェアを配布した最初の人物となった。1989年にはロッキードを退職し、 カリフォルニア州サンタクララの自宅でマカフィーの経営に専念し、同社をセキュリティ対策のリーディングカンパニーに育てた。1994年に持ち株を売却して退職した後、インスタントメッセージプログラムの先駆け的存在であるパヌーを開発したトライバルボイスなどの創業に関わった。2009年8月にニューヨークタイムズ紙は、 ピーク時には1億ドルにまで達した彼の個人資産が世界金融危機の影響で400万ドルにまで下落したと報じた。洋画のインストラクターでもあり、洋画に関する本も数冊執筆している。2015年9月、次期アメリカ合衆国大統領選挙への出馬計画を公表した。2020年10月6日に米国での脱税によってスペインで拘束された。 2021年6月23日、週刊中のスペインの刑務所にて死亡。死因は自殺と見られている。米国への移送が決まった直後であった。マカフィーは2008年頃から、イギリスの給食民地であるベリーズのリゾート地、アンバーアグリスキーに住んでおり、近隣住民からは、銃と若い女が好きな変わり者として疎まれていた。2011年11月11日、 マカフィーの隣に住むアメリカ人男性が自宅で首を撃たれて死亡しているのが発見され以前より被害者と揉めていたマカフィーが重要参考人として指名手配されたこの数ヶ月前にもベリーズ警察は武器の不法所持と不法薬物の製造の件でマカフィーの身柄拘束と家宅捜索を行っているがマカフィー自身は 重症の薬物依存者であったことを認めながらも1983年以降は薬物を断っており地元政治家への献金を拒んだための報復だと主張していた。被害者の隣人は生前、マカフィーの飼っている凶暴な犬や攻撃的な武装警備員についての苦情の手紙を市長に送り地元当局に対策を求めていた。マカフィーはこの隣人に 飼い犬たちが毒を盛られていると疑い、自らの手で飼い犬を射殺していた。捜査中は、自宅敷地内で砂の中に体を埋め、息をするため頭だけ出して段ボールをかぶって隠れ、その後3週間にわたって20歳の恋人とベリーズ国内を逃走、同年12月、不法入国の疑いでクアテマラの交流施設に収監された。亡命申請は拒否されたが、 ベリーズへの引き渡しは免れ、アメリカへ送還された。マカフィーはベリーズに引き渡されたら殺されると主張していたが、ベリーズの首相はパラノイアの妄想であると一周した。2012年11月12日、ベリーズ警察に殺人容疑で指名手配された。その後、2012年12月5日、グアテマラ市近郊のホテルに滞在していた、不法入国容疑で、 グアテマラ警察に逮捕され、アメリカに送還された。2020年8月10日には、ナインティ1 9のためのマスクではなく、口元に下着をつけて外出したため逮捕された。2020年10月2日、スペインの空港で現地の警察当局により、拘束される。2020年10月5日、アメリカ合衆国司法省は脱税等の罪で起訴したと発表。 有罪となると5年以上の刑が課される可能性があった。ありがとうございます。